いやー、ちょっと一体誰だよ。なんでホテル宿泊中に誰かが来るんだよ。はい。ちょっと誰だ、マジで。もう一人の、もう一人の、俺じゃないですかー。どうも、シュンスイビーでーす。本日はですね、スーパーベビーと一緒にディズニーオフィシャルホテルのホテル大倉さんに遊びに来ておりまーす。ということでですね、まずは部屋を紹介させていただきたいと思いますので、到着したばっかりの映像をご覧ください。どうぞ。よいしょ。さて、今回のお部屋がこちらですね。よいしょ。さあ、スーパーベビー入りましたよ、中に。いや、着いたね。いや、なんかすごく広いね。そうだね。よいしょ。さて、スーパーベビーはですね、今ベビーカーにいますけども、ちょっとホテルの部屋の中だけいろいろ見させてね。はーい。今日はこのようなホテルですね、まあ、ホテル大倉に泊まりたいと思います。ベッドがこちらでございます。はーいね。そして、まあ、テーブルと椅子があって、テレビ、そして空気清浄機。はい、いいですね。で、ここにソファーがあります。ドドーンとね、いい感じでございます。一応ですね、まあ、部屋全体を映すということで。はい、スーパーベビーごめんね、もうすぐね、全部映し終わるからね。はい、そしてここが、よいしょ、お風呂ね、大理石になってるんですね。あ、トイレもここ一緒ですね。で、シャワー室がですね、このように別個になってるんですよね。おしゃれですね。いやー、こんな感じでございます。浴槽ですね。浴槽とトイレがこう一緒になっている感じですけどもね。で、アメニティなどもこのようにいっぱいあります。泊まりに来ましたよ、スーパーベビーと。スーパーベビー、ホテル大倉楽しもうね。いや、楽しむけどさ、ジェニーちゃんも早く出してあげなよ。そうだね、スーパーベビー。いや、今日はとっても楽しみましょう。いやー、ジェニーちゃんとスーパーベビーと一緒にね、旅行に来たわけですけども、とっても最高だよね。スーパーベビーもジェニーちゃんも、あ、そうだ、窓からの景色もとっても素晴らしいんですよ。トイストーリーホテルが目の前なんです。ちょっと窓からの景色もお見せしたいと思います。さて、ここ窓からの景色がですね、じゃじゃーん、なんとトイストーリーホテルが目の前でございます。うおー、今クレーン車で何か大きい荷物を上に運んでいる最中でございます。ちょうどもうすごいシーンでございますけど、皆さん、ここにですね、トイストーリーホテルができるそうなんですよ。楽しみですね。まあ、このトイストーリーホテルはですね、もう絶対泊まりに行きますのでね。まあ、そしてちょっと細かくはですね、ちょっとブラックシュンズ TV の方で語りたいと思いますので、メインの方はちょっと外の景色を皆さんお楽しみください。あ、観覧車、これ葛西臨海公園の観覧車ですね。そしてここら辺はオフィシャルホテルがいっぱいありますのでね。いやー、とっても最高です。はい、といった感じでですね、トイストーリーホテルもできつつですね、どん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 このようにディズニーは進化していくって素晴らしいですね。いや、それにしてもちょっとここね、数ヶ月でディズニーオフィシャルホテルほぼほぼ制覇するというね、シェラトンホテル、ヒルトンホテル、ファーストリゾート、結構いろんなところ行ってきましたけども、やっぱディズニーホテルってね、どこもほんと素晴らしいんですよね。めっちゃ楽しい。あれ、ノックの音、誰だろう。いや、誰か来たって言うけどさ、
確かしゅんさん、椅子の音に名前書かれたとか言ってなかったっけ、なんか怖いのが来たのかな。怖いこと思い出させないでよスーパーベビー。確かにデスノートに私、名前を書かれてしまったんですよ。そして、その順番的に、スリンキー、ポテトヘッドとかいろいろ書いてあったんですけども、スリンキーが出発前、本当にいなくなっちゃったんですよね。これ開けない方がいいのかな？いや、でもさ、普通にホテルのスタッフさんの可能性もあるから、開けてみていいんじゃないの？そうか、スーパーベビーはとっても優秀ですね。ちょっと、開けてみたいと思います。いやー、扉の前まで来ましたよスーパーベビー。怖いけどちょっと開けてみましょうか。一体誰だよノックしてきて。うーわ、マジか。もう一人のお礼、ドッペルゲンガーなんですかね。マジかよ。皆さん、やばい、完全に私のドッペルゲンガーじゃないですか。前回の動画見てくれた人わかると思うんですけども、ディズニーシーに私そっくりな人がいて、そしてドッペルゲンガーと言って自分そっくりな人を見たら死ぬって言われてるんですよね。やだよ、私死にたくないですよ。ちょっとあれ、本当にドッペルゲンガーなのか確認した方がいいんじゃないの。ちょっともう一回ドアを開けてみたいと思います。いやー、まだ部屋の前にいるのかな。なんか緊張するな。まだいたらどうしようかな。でもちょっと確認してみましょうかね。いやー、どうかな。おー、いない、いなくなってる。よかったー。どっか行っちゃったのかな、あの私そっくりなドッペルゲンガー。いやー、マジでビビりましたよ。いやー、スーパーベビーいなくなってたよドッペルゲンガー。あれは何だったんでしょうね。すごく私にそっくりですけども、あー、でもこうなってくると私の家トイストーリールームがちょっと心配になってきますね。スーパーベビー早く帰ろうか。早く帰ろうかっていうか、僕はサニーサイド保育園にちゃんと送り届けてよね。そうだよね、ジェニーちゃんにスーパーベビーをサニーサイド保育園に送ってもらいたいと思います。そしてそのままジェニーちゃんに家に瞬間移動してもらって、スクリーンロケーションでレックスの質問コーナーも送ってきてもらいたいと思います。まあ明るく行こうよスーパーベビー。ということでですね、ホテルオークラとっても楽しく快適に過ごしております。ディズニーシーもとっても楽しかったですからね。それでは皆さん、またお会いしましょう。さよなら。いや、バイバイみんな。チャンネル登録と高評価もよろしくね。ああ、みんな大変なんだ。今日朝起きたらケンがいなかったんだよ。どうしたんだろう。スリンキーもポテトヘッドも見つからないし、今日はケンがいなくなってたんだ。シュンさん早く帰ってきて、僕たちピンチだよ。レックスに質問。恐竜の仲間欲しいよね。どうかな。ああ、僕、恐竜のおもちゃいっぱい欲しいんだ。プテラノドンもラプトルもいっぱい恐竜の仲間が増えてくれると僕嬉しいよ。レックスに質問です。謎かけできますか？ああ、キャビットとララルーがいつもやってるやつだよね。僕、謎かけってできないな。キャビットすごいよね。すぐに謎かけ思いつくんだ。何か一つお題を言ったらすぐにやってくれるんだよ。だから僕たち、おもちゃたちの中でもキャビットとララルーは人気なんだ。僕も謎かけできるようになりたいんだけど、ああ、みんなは謎かけってできるのかな？とても難しいよね。僕、憧れちゃうよ。レックスに質問です。リリーちゃんのことどう思いますか？ああ、リリーちゃんはとてもおもちゃの中でも人気なんだよ。だってとても可愛いでしょ？ああ、でも女の子のおもちゃからはあまり人気ないみたいなんだ。男の子のおもちゃみんなリリーちゃんにメロメロなんだけど、一体どうしたらいいんだよ。ああ、みんな、シュンさんたちが早く帰ってきてほしいんだけど、ジェニーちゃんはシュンさんに言葉を伝えることができないからどうしたらいいんだよ。このままじゃ本当にあの順番通りにおもちゃがどんどんいなくなってっちゃうよ。スリンキー、ポテトヘッド、ケン、これをもし見てたらすぐに帰ってきてよ。シュンズ TV の家で待ってるからさ。あー、みんなチャンネル登録と高評価よろしくね。僕、みんながチャンネル登録と高評価してくれるのもう楽しみで楽しみで待ちきれないんだ。